はい、えー、こんにちは。ゲーム動画でいこうです。7記念競輪、準決勝の予想をしたいと思います。はい、えー、まずは10レースです。えー、ご覧の通りの4分線になりますね。えー、っと、人気は結構、 割れて、混戦状況になってます。まあ、地元、稲垣、三谷。もしくは、あの、え、吉沢。え、こちらに二分されているような感じですね。え、私は、あの、長いから行ってみます。やはり長い、あの、この三々バンクはあってますし、まあし 初日は、あのあ、初日も長い本命にして、その時は当てら、まあ、長い、早めの選考だったのは当てられなかったんですけど、このレースに関しては、あの、吉沢も桐山も、えー、やっぱり準決勝って3着までに残りたいっていうので、地域型も、まあ、後ろのことを考えるよりも、 まず自分が三着に残れば、残るためにはどうすればいいかという競争を心ここがけると思うんです。で、吉沢は後ろが磯田なので、まあ、磯田は今場所はそんなに悪くないんですけど、ちょっとあの不安は残ると。なので、まくりになるんじゃないかなと。一方、まあ、桐山はまあ最初からまくりタイプですので、 それしか狙ってないんじゃないかなと。問題は稲垣ですねえ。稲垣、三谷、沢田、3人揃って、しかも番手は地元の三谷。三谷は昨日の優秀戦でもうすごいブロック、最後は番手まくりまで見せましたからね、相当気合入ってると思うんです。で三谷の後ろに見てた稲垣が、 何も思わないはずがないと。多少でも積極的な競争をしてくるんじゃないかなと思います。まあ、とはいえ、あまり積極的な競争って言っても、もう逃げの決まり手がなくなってるし、バックも4回しか取ってないですからね。 三谷のブロック、オブロックがあっても、他のライン、霧山にすらまくられる可能性あるんじゃないかなと思うんです。なので、まあ本音としては3番手が欲しいところですね。で、吉沢は一鳥単白なので、後ろに置かれちゃうんじゃないかな。まあ、霧山も一発狙いなので、 えー、そ,そんなにいい位置を取れるとはあんまり考えにくいんじゃないかなと。まあ、差しの決まりってありますけど、マーク戦が近況増えてきてるっていうのもあるんで、うその自分が前の時は、好意を取れるっていうタイプじゃないですね。やはり、候補感をまくり、まあ、かましぐらいじゃないかなと思います。 えー、戻しまして、寄って、で、オッツを見てみると、長い、もうちょっと穴人気になるかなと思ったんですけど、そうでもないかなと。筋の、筋が特においしいんですよ。あの、後ろは別、別地区の筒井なんですけど、えー、その筒井との47でも44.1枚。 刺し目の74だと56.2倍ですからね。まあ、つつ別,別地区の筒井なんですけど、長いにとってはそういうことはあんまり関係なく、まあ、前々の競争を心がけるんじゃないかなと。で、単走路だとそれが生きてくる。で、近況はやはり、えー、今年入って3回 SQ シリーズ優勝しますし、 前場所、前々場所と、2回連続優勝ですからね。はい。ここはもう、稲垣や吉沢え、地元三谷に人気が吸われてる準決勝こそ長井を買いなんじゃないかなと思います。よって、えー、津井との4774が本戦。それからですね、え稲垣と吉沢の えー、がまくってきた時の47から12を、の折り返しですね。えー、それからですね、この押さえの12なんですけど、稲垣が積極的な競争をして慌てて吉沢が踏み出した場合、番手の磯田が離れて、稲垣が番手にはまるんじゃないかなと。 いう場合の、えー、競争です。まあ、同じことは、あの、長井にも言えまして、長井が前へ出る。で、焦って、えー、稲垣やら、吉沢が踏み出す。番手にはまってしまう。というので、のをって、えー、この目になっております。 どちらにしても、あの、長い、美味しいので、狙ってみてはいかがでしょうか。えー、長くなってすいません。続いて11レースです。はい、えー、グランプリ2着、SS の武田が登場してまいります。で、地元勢は、えー、元砂を前に、中井が番手。その後ろに香川や、 港がつけるという流れですね。でえー、北日本も桜井、佐藤で並ぶという。武田の後ろには河野がつけます。194768253の並び、えー。人気見てみると、これ二段掛けするんじゃないか。 っていうことで、元砂が思い切っていって、番手の中井が番手まくり打って、続く香川との2号の折り返しというのが人気になっております。で、えー、元砂なんですけど、まあ確かに積極性は変える2日とバック取ってますし、その辺の 安定性があるんです。すんなり行けば、確かに2552なんですけど、武田なんですよね。武田がそうすんなりかけさせてくれないんじゃないかなと思うんです。一度あの武田が切って前へ出て、で元砂が行くところを、 武田が粘っちゃうんじゃないかなと思いました。そうなると、うん、中井の番手戦ってやっぱり不安があっちゃうんですよね。で、下手して、こう、中井が武田を押しのけようと、陰に、こう、えー、大圧しちゃう、武田を大圧しちゃうと、落車が発生しちゃうんじゃないかなと思いました。 えー、そこでですね。で、またですね、その後ろにいるかがはもう、結構、あの、ま、無理してコースつくので、巻き込まれてしまうんじゃないかなと思います。た、こうのも、武田の後ろにいるんで、落車する危険性があると。なので、えー、実は元砂が残って、 香川の後ろの港が、なんか、元砂の番手にはまってしまってというのを、で、それでまくってきた、えー、北日本勢と決まってしまうという、目を考えました。でも、あの、香川を入れているのは、香川が、あの、落車しなかった場合、 はまったり、まあ、まくったりして、5335もあるんじゃないかなと。なので、えー、っと、まあ、えー、この34578ですね。で、えー、っと、その中でも、あの、相当の後輩と見込めるものはありますし、元砂だと、 売れないと思うんですけど、やっぱり先手取るのは間違いないんで、そのあたりでごちゃついたときに、元砂が機関車役で終わるということでは必ずしもないんじゃないかなと思います。まあそういった8118もあるのかな、という感じはしますね。 最終12レースです。さ、地元の三谷隆起が登場です、えー。ディフェンディングチャンピオン、根田隆もいますね。えー、ご覧の通りは三分線ですね。えー、三谷は中井弟に乗ります。 えっと、今、弟と兄を、年齢を確認してました。あ、確かに、あの、一番下の中居は弟の方ですね。で、えっ、ー、と、まあ、あと、値段と、早さかいラインができますね。 地区でなら、地区で並ぶ綺麗な三分線。ここはもう仲井弟の責任って重大だと思うんですね。やはり、あの、後ろ、三谷が、ダービー王三谷がつけてるわけですからね。ここは、うーん、まあ、 早坂も、値段も、基本的に飛びついてくるタイプじゃなくって、中段が欲しいと思うんですね。もしくは足を溜めて一発っていう競争だと思うんで、だからすんなに、えー、中井が先手を取れると思います。で、しかも番手をもつれないとなると、もう、あの、三谷いただけなんじゃないかなと。で、えー、中井の残り目はないと思います。やはり、あの、三谷や、 三谷じゃない、えー、早坂や、根田は、あの、力ありますからね、それに五、五須まではまだ良井弟はいかないんじゃないかなということで、最後は三谷番手まくりを用意しないといけないと思います。え、追走する神田五六が本線です。まあ、神田は、刺せないし、刺さ,さないんじゃないかなと思います。 で、えー、っと、根田と、早坂。一応折り返し書いてますけど、うん、基本的には三谷頭でいいんじゃないかなと思います。そして最後に五に書いてますけど、これ二は,は林なんですよ。つまり難関の三番手なんですけど、連日あの突っ込む良い,い競争を見せました。 三着かなという気もするんですけど、ひょっとしたら、あの、シビアに切り込んで、二着まで突っ込んでくるんじゃないかなという気はします。なので、まあ三連単の三着としても面白いかもしれないですね。五六二とか、五九二、五三二とか。 の林の競争にも、あの、注目が集まります。まあ、三谷が決めて明日の決勝戦に乗りたいですよね。そんなわけで、えー、準決勝戦なんは、やはり、えー、自力選手が3着までに、まあ、自力選手に限らずなんですけど、まあ、特に前で自分、 自分が競争を組み立てられる自力選手っていうのが、3着に入るにはどうすればいいかという競争になると思います。で昔でしたら思い切って、あの、えー、刺されてもいいやで先行が見られたんですけど、最近の自力選手はそんな競争せずに自分だけまくって3着というのがあの多いような気がします。 準決勝は結構自力選手を重めに見た方がいいかもしれないですね。というわけで、えー、長くなりました準決勝の予想をお送りいたしました、えー。ブログやツイッターやっております、えー。説明欄に記載しておりますので、よろしければ見てください。チャンネル登録まだの方、ぜひお願いいたします。また、 えー、関連動画、えー、動画のプレイリストも、えー、この画面に最後の20秒で流しますので、よろしければアクセスしてみてください。長らくのご視聴ありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。